あ、はいはい。明日のバーベキューの準備してる。当たり前やないかい、そんなもん。なくなったん？あ、ほんま？あ、そうやね。俺と、あ、まあ、ゆうとくんしか行けへんくなったんや。あ、そうか。あ、そらあかんな。まあまあ、俺二人でもいてるぞ。なんかどっか行く？あ、まあ、やめとこう。はいはい。美味しいね。めっちゃ食うね。週7回。そんな怖いの？1回ぐらい。でもお腹空いてるやろ。いっぱい食べや。食べてきた。どうしたんですか？あの時にも、あの時はまだで、その後食べた。勝手に食べてきた。見といて。もしもし、ゆうたろう。生まれたんやろ？ほんまに言わんかい、おい。水臭いな、ほんま。ゆうたろうのな、家にな、いろいろ送っといてね。いや、なかなか会われへんから、ゆうたろうの家にさ、サイとか、あとおむつとか、ベビー用品いろいろ送っといたから、お前、あれ、使ってや。何が違うねん。何も違うことあらへんから、なんやねん。赤ちゃん生まれたんやろ？猫な。あ、猫の赤ちゃんが生まれたんや。またなんか猫の用品とか送るわ。うん。で一回俺が送ったやつは、まあ今後なんか予定やねんたら使ってくれてもいいで。うん。ああそう。あら送り返して。うわ。これクッキーうまそう。これお姉ちゃんだから。めちゃめちゃうまそうな凍ってくれやないか、お前。なあ、置いてくわな。なるほどな。ああ、ごめん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 。いや、助かったわ、ほんまに。いや、終電なくなってもうてさ、さすがにこの距離歩いて帰られへんや。いや、迎えに来てくれてほんまありがとう。助かった。せやけど、結構時間かかったな。1時間ぐらい待ったで。道混んでたんや。歩きな。歩いてきたん、ここまで。ほら、今から一緒に歩いて帰るってこと？いや、まあ、でもすごい、気持ちは嬉しいねんけど、いや、車って言わへんかったけど、歩いてくる？そうか。ほら、まあ、時間も近いし、タクシーで帰ろうか。いや、これいいなぁ。クローゼット2つあるし。いや、めっちゃいいっすね。いや、それここにしようかな。ここにしようかなと思います。これでもすごいですね。この立地でようここ空いてましたね。埋まってた。え、これもう誰か他決まってるんですか？あ、ほんまですか？なんか僕らがこう来る前に連絡があったんですか？あ、何日も前に決まってた。あ、そうですか。なんで案内した？今日のデートも楽しかったな。もう5回目か。5回目ぐらいな、デート。ちなみにさ、この後って空いてたりするの？いや、まあ空いてんやったら俺んち来くれへんかなと思って。へえ、あるかいって思う。なんでな。いや、だからまあそれは、ね、ゆうこちゃんのことを俺は、ああ電話、ああ出て出て、あ、それで、あ、いいよいいよ、全部いいよ。友達？彼氏なの？え？彼氏なの？え？え、なんかいい感じだったの？違うの？最近告白されてんの？断られへんかった？いや、それ断ってよ。それやったら断って、断って、俺と付き合ってよ。俺のことは断んの？ああ、
そうですね、多分出産来週ぐらいなんですよ。まあ、ちょっと分かんないですよね、急にそんなの来たりするから。ちょっと僕もまあどれぐらいだろうなと思って、まあまあ予定聞いてたら来週やって言ってましたね、うん、いやそれはもう幸せやないかい。そうですよ、ほんまに嫁からです。もしかしたら、もしもし、うん、え、生まれた。ああ、違ったか。いやいや、今ちょっと先輩とさ、その話してて、おうおう、出産いつやな、みたいな話で、おうおう、そうそうそう。あれ、出産ってさ、来週ぐらいな予定は。生まれてた。え、いつ？昨日？あ、おとといな。あ、バタバタして、連絡できない。いやいや、まあまあ、看護師さんだからもう連絡なかったから、ちょっと、ああ、まあまあ、みんなバタバタしてる。ああ、無事だね。ああ、無事か。あ、そうだよ。はい、はい。生まれてましたわ。お茶目なやつですわ。先輩や。はい、お疲れ様です。はい、はい、はい。あ、今ですか？あ、今、家でゆっくりしました。はい。あ、今から。あ、全然大丈夫ですよ。あ、行きます、行きます。あ、電車とか、あの、僕自転車なんでどこでも行きますよ。はい、どこ行ったらいいですか？あ、静岡、わかりました。じゃあ今から静岡向かいますね。向かいますね、あるかい、ほんまに。何言うてんすか、ほんま。なんで静岡やねん。いや、いいんですよ、そんな。いや、もうそういうのいいですから。ちなみに今どこにいるんですか？マジな。え、マジで静岡にいるんですか？え、でマジで今誘ってます？もしもし、お、大丈夫か。お、もう30分待っとるやないか、ほんまに。えー、ほんま。おお、あ、分かった分かった、はいはい。ちなみに今どこなん。家な。え、今家寝てた。テレビ見てた。そっちから誘ってきたんで。相談あんねやろ。忘れてた。ほんま、もう、もう、ええわよ。はいはい、とりあえず待ってんで。うん、お姉ちゃん、何探してんの？ひょっとしてお姉ちゃんが作ったプリン食べました。あんな奥の方に入れといたって気づくわい、ほんまに。美味しかったでー。腐ってた。あれ、腐ってた。あ、捨てんの忘れてて、ほんで今それ探してたんや。あ、そう。でも、あの抹茶プリン美味しかったで。普通のプリンな。あんな色変わんの？ひょっとしてあの、そのプリンの横にあったチョコレートケーキもあれ腐ってんの？あれショートケーキなん？ほんま？なんで気づかなかったの？普通にうまかったわ。ちょっと、レンちゃん、
俺に何も言わんと大阪帰るの寂しいないかい、ほんまに。なあ、言ってや、親友や。どうした、もうバンドの夢諦めんの？なんか言わんかい。ええよ、ケンちゃん頑張ったら知るからな。大阪帰って何するのか分からへんけど頑張ってな。旅行な、え、ケンちゃん今から旅行しに行くの？大阪バンドの夢諦めた。解散するけど、この人と組むよ。なんか、ゆうくんから解散するって言うのって、その大阪帰るタイミングがあってたから、そうなんかなと思ってた。旅行、旅行、頑張ってな。頑張ってな、やっかよ。はーい、持ってきたで、アップルパイやで。美味しそうやな。うん、食べや。誕生日？あ、俺の？覚えてくれたんかい、ほんまに。最高やないか。ありがとう。いや、嬉しいよ、そんな覚えてくれた。え、プレゼント？マジで？用意してくれた？え、なになに？これだ！え、これ俺今買ってきたやつやろ。いや、もう全然。あ、ありがとう。あ、そういうの選んだ、そっち。タクシーに乗せた。俺タクシーの運転手さんにちっちゃい声でディズニーランドまでお願いしますって言うから、そのタクシーの運転手がおい、ディズニーランドまでって言われたらあかんやんって。めちゃめちゃおもろない？全然笑ってへんやないかい。この話笑ってへんの？え、びっくりした。え、なんでこの話おもろない？2回目なの？あれ、これ俺喋るの2回目？あ、ほんま。いや、ほな言うてや途中で。これ聞いたで、言ってくれたよ。まあまあ、1回目やったら笑ったんだけど、2回聞いたら、あ、1回目から笑ってくれたの。